中を使って大森、大森はまたいで仕掛けて左足ポスト押し込めなかった。最後はなんとかクリアしていきましたが、大森の素晴らしいフィニッシュがありましたが、自分の、ね、間合いでのシュート、この駆け引きですよね、ここで角度を作ってしっかりとこうコースを狙ったシュートでしたよね、まあ、素晴らしかったんですけど、ちょっとポスト切られましたね、福井もよく触れました。やはりこの狭い地域から、ここもそうなんですけど、狭いエリアを使うのが多いですよね。そして奪われて、そしてフリーでクロスを送ってくるシュート、最後中で合わせていきましたが、クロスバーの上、少しボールを前でしまいましたよね。しっかりもう少しミートができればというと、山本浩介から上原、今度は岩田が少しずれて一気に裏を取りました。ここはうまく対応したいところですが、ボールを奪ってあとは流し込むだけ。ジビロ岩田先制を許して、町田安藤瑞希がゴールを奪いました。2試合連続のゴール、安藤瑞希。安藤ですよね、しっかりとこうボールずれたところで見逃さずにしっかりとアプローチしに行った、プレッシャーかけに行ったことによってこのミスが生まれましたよね。はい、はい、少し岩田の方にとってみたらもったいないミスで失点でしたよね。やはりこう安藤の良さですよ。ジョン・チュン軍縦につけて安藤パスを送った、ここは倒れてしまってチャンスになる、シュートを狙って流し込んでいきました。ここも安藤平戸の関係性、平戸今シーズン10点目ということになります。ここも岩田は一つ伊藤博樹が足を取られてしまってというところになりました ね、ここでもしねディフェンスのミスが起こりましたけどもね、この後ですよね、しっかりとこう落ち着いて吉尾もシュートをしっかりとキーパー見てコース狙って打てましたよね。非常に素晴らしいプレーだと思いますね。そしてここは一人の選手交代、岩田山田博樹に代わって藤川小太郎を投入しました。前にはスペースドリブルしている小川大輝、右には吉永、左に大森、大森選択、中複数人の選手入ってきて大森狙う、こぼれてシュート流し込む、ゴールを奪ったのは大井です。2対1、大井健太郎が高い位置にいました。まあ、ここでチャレンジ、シュートをチャレンジしたこと、そしてね、それこの中でね、しっかりとこう位置を取っていたという、ポジショニングを取っていたということが非常に良かったと思いますね。大井もスルスルスルと上がってきましたよね。大井が前に蹴り出して、吉永前を向いてパスを選択、足元収まって安藤、これ安藤のいいところですよね。アディショナルタイマー4分、ボールが入ってくる、決めた、岩田同点に追いつきました。上原がクロスに右足を合わせました。このゴールシーン、はい、そうですね、このセンターリングにしっかりクロスにしっかりタイミングよく入ってですね、コースを少し変えただけなんですけどね、はい、まあ、非常に岩田の選手はね、このクロスに対して非常にこう数人ね絡むようなねこう進入パワーを持って進入してきましたよね。こうしてはっきりと大井狙ってますね、はい、そうですね、やはり大井が前線に上がってますのでね、そういうところの狙いというのは選手みんな持ってますよね。宮崎から吉永、中にクロス、大井のところボールこぼれて藤川シュートを打つ、ブロックに合う、松田が粘り勝ちました。ただコーナーキック、いや、このクロスに対してね、これ大井が触ったところ、ここで、ね、ゴールを決めました。藤川小太郎コーナーキックから今シーズン初ゴール、なんと試合終了間際アディショナルタイムにコーナーキックから岩田3点目を取りました。最初に飛びついたのは藤田義明でした。この藤川でしたね。そうでしたね、まあ、このクロスに対してね、本当にこう先ほどから、ね、岩田の選手パワー持って入って進入していってますよね。そしてコーナーキックということになりますが、小川大輝が
ここはしっかりと距離を取ってということを今主審が指示をしました。コーナーキックを蹴ってボールをキープしたところで試合終了のホイッスルが鳴らされました。なんとなんと2点のリードを許したジュビロ磐田でしたが、ホーム最終戦で後半に3点を奪いまして、今シーズン3度目の逆転勝利ということになりました。